ニコニちゃんにゃんです。ということでね、ミニティフォンの3分内出るワンピース編成で紹介していこうと思います。もし参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。編成はこちらです。いつも通り、第4の前に組んだ編成紹介すると、カタクリにサンジ、チョッパーにビッグマム、ローにキャロット、カイドウにドフラミンゴ、ヤマトにバギー、ヤマトにビッグマムです。継承は全部スキルレベル1で OK です。必要 HP は 242,056。必要スキルは20です。バッジは HP です。リダフレ逆は OK です。武器の役割と代用候補なんだけど、武器全体でチーム HP が5個、チーム回復1つに副属性変更比があります。サンジはチーム HP と副属性変更比と回復エンハンスと4ターン半減が役割です。属性と回復減少に注意して3ターン半減でも OK です。回復力に注意してください。雪の下とかアメリカとかハロインジャクルとかプリシュラがおすすめです。続いてビッグマムです。ビッグマムはスキブと3色と泥鏡と激減が役割ですね。激減スキルだったら何でも OK です。色違いグランディスとかデスティルとかナルサスとかバレクシナダとかアマーチョとかストーリーマドゥとかストーリーズラがおすすめです。続いてキャロットです。キャロットは3色と泥鏡とダブル吸収が役割です。ダブル吸収で OK でメリットとかリーチ系とか埼玉とかイノスケがおすすめです。続いてドフラミンゴですね。ドフラミンゴはスキブとチーム HP です。G 枠ですね。バギーとビッグマムは役割2つとも同じで、4色と6解除6色人エンハンスと、ビッグマムは4色6解除5色人とエンハンスです。ドロリフか6色人で OK ですね。ストーリーリーチとかカイドウとか光ラビリルがおすすめです。続いて、本体代のための役割です。チョッパーはスキブ4で回復枠で、光水枠で、属性吸収に注意して回復枠で OK です。ヒバルとかベリアルとかメルとか闇ロキがおすすめです。続いてローです。ローはスキブ9で、韓国でも OK ですね。で、カイドウとヤマトですね。これは2つとも役割が同じで、火力枠と6解除人と上限解放、スキブ2で火力枠で生成と攻撃自己変換数が役割です。火力出るキャラに6色人アシストでも OK ですね。ヤマトとかカタクリとかサカズキとかエースとか闇カーリーがおすすめです。続いて立ち回り見ていきましょう。例によって倍速で見ていきましょう。まず1回ですよね。4色の方のビッグマム打って、カイドウ打って、ワンパンしていきます。はい。闇全体組んだりとかして、あとはチャカチャカチャカっとパズル組んで、はい、これでワンパンですね。よし。これでワンパン。続いて、2階層ですね。2階層は3時、バギー打って突破していきます。はい。ってことで、バギー打って、で、3時打って、で、殴っていきましょう。平積みで OK です。はい。さあさあさあ、適当にパズル組んで、これで突破ですね。はい。殴ってワンパン。続いては3階層ですね。3階層属性吸収、ダメージ吸収してくるから、キャロット打って対応していきましょう。はい、キャロット。で、水が多いからね、水全体消したりとかして殴っていきましょう。はい、OK。これで倒していきます。はい、ワンパン。続いては4階層ですね。4階層盤面でワンパンしてください。はい。もちろんね、盤面悪かったら、ヤマト打っても OK です。はい、じゃあ殴っていきましょう。はい、OK です。これで倒していきます。はい、ワンパン。続いては5階層ですね。5階層はカイドウを打ってワンパンしていきましょう。6色組んでね、もちろん。で、向こう貫通まで殴っていきます。はい。で、闇全体組めたから組みましたと。はいはいはい。じゃあ、はい、組んで、これで突破していきましょう。マイナスはね、全部消しましょうね。はい、満パンです。続いて、ボスです。ボスはね、3色ビッグマムとヤマトを打って、HP をね、194,514 以上にして殴っていきましょう。もしね、回復とかなかった場合は、片栗打っても OK ですね。はい、よし。さあ、じゃあ、平積みしっかり組んで、これで超根性まで削っていきます。はい。HP も問題なしと。で、はい、ダメージを受けた後に、そしたらね、はい。ヤマト打って、14コンボで2パンするだけですね。はい。これで殴って終わりです。はい。平積みして、平積みして、平積みして。はいはいはい。はい、OK です。これで倒して終わりです。はい、バイバイ。ってことでね、参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。立ち回りとタイムはこんな感じでした。はい。ということでよかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ。